こんばんは。こんばんは。12月24日、今日はクリスマスイブですね。午後7時になりました。今日の松代なんですけども、なんか寒かったですね。そうですね。今日は寒いですね。雪が、ね、降ったり止んだりね。今は晴れてますね。そうです。今は晴れてるんですよ。星は綺麗だったですよね。そうですか、ね。晴れてるんですね。もう空も。あ、そうですか。なんかね、昼間の雰囲気だとなんかホワイトクリスマスかなんかと思ったけど。残念ですね。残念でしたね。ということで今日はクリスマスイブなんですけども、いつもの通り生放送でお送りいたしております。実はですね、先ほどこちらにね本があるんですけど、田中さんにですね、この松代はなんとサインをしていただきました。いや、下手くそです、ね、申し訳ない。サインをしていただいた、素晴らしいですね。田中ひろみさんということでサインをしていただきました。ということで、田中さん、今日はよろしくお願いしたいと思います。ところで田中さんね、このプロフィールこれ見させていただくと、はい、田中さん松代の方じゃないみたいですよね。はい、私生まれはですね松本なんですよ。ただ子供の頃に長野に来ましたんで、松代は何遍も来てますし、それから海津城もですね遠足で来たことがあるんですけども、でも随分綺麗になりましたよね。昔来たのかと思ったでしょ。いや、昔はもう綺麗な公園だったんですけども今ちょっと今写真をですね、ここに出しますけども、ほうほう、これが今のこの松代ですよね。随分綺麗。これ石垣くらいしかなかったですからね、昔はね。何年前ですかね、整備されて一般になりましたよね。15年ぐらい前ですかね、整備を始めたのがね。私はもう随分前の遠足ですから。2、3年、4、5年前でしたかね、はい、すいません、よく知らなくていえいえ。ということでね、田中さん、どうしてこの執筆されたんですかね。そうですね、きっかけはですね、実は佐久間象山なんですよ。佐久間象山って言いますとですね、もう一つ佐久間象山というようなですね、どちらが正しいかということ常に論争があるんですけど。そうですね、松代の皆さんはね、佐久間象山なんですけど、そうですよね、全国的には象山が、そうですね、という名前が、ね、象山が多いですよね。で、まあ本の中でもですね、非常に迷ってですね、結局は両方併記しまして、こういう呼び方もあるんだよということをですね注釈で加えたんですけども、まあ、ただ一般的には今象山ですから、ただ我々やっぱり象山の方が言いやすいですよね。そうですよね、私もそうです。その象山なんですけども、5年くらい前からですね、ここにちょっと今象山の銅像を出しますけども、歴史のですね研究会に入っておりまして、そこでですね、みんな全国に会員がいるもんですから、ハンドルネームを使ってですね、インターネットで交流したんですよ。佐久間象山っていうハンドルネームですか。まあ、その通りなんですけども、みんな立派なですね歴史上の人物をですね、ハンドルネームに使ってまして、例えば勝海舟ですとかですね、坂本龍馬ですとか近藤勇ですとか、そうそうたる人たちがいたんですけども、まあ、私の場合はですね、誰にしようかなというふうに迷ったんですけども、ただその会長がですね、まあ、信州で幕末したらやっぱり象山が一番有名だから、佐久間象山とつけたらどうかというふうに言われまして、それでまあ佐久間象山にしたわけなんですけどね。本当素晴らしい名前ですよね。まあ本当に名前負けするよ、ね、松代を代表する、ね、はい、人ですからね、はい。まあ、それからきっかけでですね、松代にも時々来て象山神社とかですね、象山記念館にも行きましたし、もうだいぶ松代にもですね興味を持ってきたんですけども、ちょうどそんな折にですね、去年のちょうど今頃だったと思うんですけども、東京の現代書館というこの本を出したですね、出版社の社長から、こういうシリーズがあるんだけども、全国の版をそれぞれ一冊ずつ出すって言うんですよ、でそれをその松代版を出してくれないかというふうに言われまして、まあちょっとですね私もまだ勉強を始めたところで非常に荷が重かったんですけども、まああんまりその専門的な本でなくてもいいからということで、非常に分かりやすい本をお願いできたらという話があったもんですから、まあ、それでしたらなんとかできるんじゃないかなということで、お引き受けした次第で、ね、ようやく9月に本になったということで。そうですか。で、田中さん、このね、はい、本私も読ませていただいたんですけども、はい、この本読むと素晴らしいですね。この松代のことが全て書いてありましてね。まあ、全てと言いますかですね、なるべく多くの方に、すごいですよ、この本。読んでいただきたいということで、
あの川中島の戦いの頃から書いておりますんで、あの全国の方にも興味を持っていただけたんじゃないかなと思うんですけどね、うん、あこの本読むとね本当に松代のことが分かってね、それでこの後ろの方にですね、はい、このここの町歩きセンターのことも書いてあるんですよね。あここもですね、ここも書いてあるんですよ、はい、あの気に入っちゃってましたね。それは取材の時にですね、うん、お伺いして、あの前はここじゃなくてもっと違う、ね、この隣です ね, ですねありましたね、この本を何冊か買わせていただいた覚えがあります。あ本当にこのここにもね書いてありますけども、松代ねいろんなこう素晴らしい人たちをね輩出しておりましてね。そうですね、うん、あのまあ、こう人口はですね、ね多分2万人くらいですか。そうですね、2万弱、1万9000人ですかね、はい、今あの1万9000人、ね、まあ、小さい町なんですけどもですね、江戸時代から多くの人たちが出てまして、うん、今あの先ほど佐久間象山の話をしましたけども、その他にもちょうどあの江戸時代にですね、まあ、財政の危機に陥ってた松代藩を立て直した恩田木ですとかね、家老ですよね。あ、ないんですね。お墓があります。ちょっと見ますか。うん、あの恩田木の墓はですね、あの、ね、これ真田家の菩提寺である長谷寺にですね、うん、そうですね、あのお墓、これがあの恩田木のお墓なんですけど、おこれお墓ですよね。それから、うん、あの今ちょっとついでに長谷寺の写真も、うん、あの出てくると思うんですけども、あ、天井ある。これが長谷寺ですよね。ここにあの恩田木の墓があるんですけどね。うん、そうですね。あまああの今恩田木、それから明治になってからですね、うん、あの富岡日記を書いたですね、あの富岡の製糸場にあの製糸の技術を学びに行った和田栄ですとかですね。旧姓横田栄ですね。旧姓は横田栄ですね。それから同じあのその横田栄のですね、弟さんにあたります横田秀夫さんというですね、これはあの大審院の院長ですから、今で言ったら最高裁判所の長官ですよね。それを務めた横田秀夫、うん、それから、もうちょっと下ってはですね、うん、あのもう 現代の進撃のですね元を切りたというですね、はい、女優の松井須磨子も出身ですよね。大女優ですよね。そうですね、うん、それから、まあ、あの近年ではですね、妖刀の妖島からの手紙ですか、うん、あれで有名になりました、ね、栗林中将もこちらですよね。もうそうそうたる人たちがここから出てるんですよ ね。そうですよね、というようなことですがね、はい、田中さんはそのような方の中で一番なんですか、その興味深いというか好きな人がなんかいらっしゃるみたいなんですけど。ああ、好きというかですね、まあ、興味があるのはやっぱり松代藩のですね、初代の藩主となった真田信幸はですね、今非常に興味を持っておりますよね。真田信幸ですか。珍しいですね。そうですね、真田というとね、やっぱり雪村が一番有名ですよね。ですよね。あのなんでどうしてですか。まあ、いろんなところ行ってですね、うん、あの信幸ってもなかなかあの皆さんね知ってもらえないんですけども、うん、ただあのやっぱり雪村に比べると非常に地味なんですけども。ですよね。ただこういろんなところを調べてみますとですね、やっぱりあの武将としてもあるいはその政治家としてもですね、うん、やっぱり信幸の方が優秀だったんじゃないかなと私は思ってるんですよ。そうですね、まあ、この本読めばね、はい、分かりますよね。まあ、そうですね、うん、あとあの池波正太郎さんもですね、あの真田太平記を書かれたね、うん、あの方もあの真田太平記の中で、うん、あの信幸のことをですね、まあ、雪村にこういうふうに言わせてるんですけども、うん、もう天下人として申し分なき人というふうに、天下人って言えばですね、織田信長とか豊臣秀吉とか徳川家康とかですね、そんな人たちも匹敵するくらいの人物だというふうにですね言ってるんですよね、うんうん、あの池波正太郎さんもやっぱりそういうふうに思ったんじゃないかなと思うんですよ、うん、そうだったんですね。やっぱりあのちょっと地味なんですけども、うん、ぜひね、真っ白には非常にゆかりの深い方ですから、そうですね、こういうふうにですね、あの興味を持っていただいて宣伝していただきたいと思いますよね。松代を編んのは真田信幸のおかげって言っても過言じゃないですか。そうですね、今ここにあのこの真田家の菩提寺でありますね、長谷寺にはですね、あの信幸のお玉屋がにあるんですよね、うん、この立派なですね、これは信幸のお玉屋ですね、はいはい、これありますけどもね、ただこの信幸なんですけども、まあ、上田から真っ白にですね移ってきたんですけども、やっぱりちょっとここへ来るときはですね、ちょっとやっぱり気が進まなかったみたいですね。やっぱり上田に比べますとね、まあ、それはちょっと寒いですしね、それからもうこの時信幸は57歳になって、もう57歳という当時はもう老人ですよね。
そうですよね、まあ、私と同年代ですかね、ただ、まあ、あの今ではねまだ皆さんよりもはつらつと元気でいらっしゃいますけどもあの実際に僕の57歳というと、はい、もう今で言えば70過ぎと言ってもいいんじゃないですかね、うん、そんな年ですから ね、 年になって移れというのはちょっと酷な話なんですけども、うん、まああのやっぱり幕府もですね何か考えるところがあってやったんでしょうね、これ ね、 ね、まあ、その時にちょうどですね、うん、あの信行はですね、うん、もうこれ嫌だから京都に移って隠居したいというふうにそんなふうに言ってるんですよね。ああで、まあ、あの京都に行きたかったのはですね、うん、あの小野おつというですね、うん、女性がね、知ってますよ、あご存知ですか、年上の彼女、はい、まあ、彼女というかですねあの小野おつさんという方は、まあ、あの京都にいらしてですね、もう非常にあのもう文化人ですよね、女性でも詩歌に優れ、まあ、ことそれから書が全てにね、うん、一流だった方で、当時 の、 あの公家さんや、ね、武将の方とお付き合いがあったり、うん、あるいはあの淀みに仕えたと言われてますよね、うん、今あの皆さんおっしゃったようにあの年はですね、うん、信行に比べて5歳ほど年上なんですけども、ね、うん、だから憧れたんじゃないかなというふうにね、うん、あの信行からですね小野おつさんに宛てた手紙なんかも残ってますけどもね、うん、手紙です ね、 ね、 ね、当時は新幹線ないからちょくちょく会いに行くわけにいかないし ね、 そ、 うですね、それにあの一国一城の主ですから ね、 ね、簡単に留守にするわけにいかないですからね、ですよ ね、 ね、それでもだから、まあ、どちらかというとね一方的におそらく信行に憧れたんじゃないかなと思うんですけどもね、ということはなんか今でいうプラトニックラブ、そうですね、です、ただあのさっきの、ね、真田太平記なんかでは、ね、うん、恋愛関係にあったというふうに書いてありますけどね、あのテレビドラマ の、うん、あの真田太平記では信行は渡瀬恒彦ですよね、うん、やったのね、それから、うん、あのお通さんは竹下恵子をやっていると思うんだけどね、うん、まあ、あのやっぱりそれはフィクションだと思いますよ、うん、まあ、一方的な憧れだったと思うんですけどね、でも結局、うん、あの京都には行かずに真っ白に来てですね、うん、真っ白の街づくりをしてくれたおかげで、うんうん、現在の真っ白があるんじゃないかなと思いますしね、そう思いますね、だから好きなんだな、そうですね、やっぱり真っ白も好きですし、うん、それから信行も好きですよね、あそうですか、ね、で、はい、こう私も本当に羨ましいなと思うんですけども、じゃあその信行公の最後はなんかお家騒動でだいぶ苦労したらしいじゃないですか、あです、ね、あの実は真田信行という人はですね、うん、92歳まで現役だったんですよ ね、うん、長いですよね、92歳でですね隠居したんですけども、うん、ただすぐにですねその息子が亡くなりまして、あですよね、うん、まあ、その後もですね孫が幸道というのがいたんですけども、これがまだ2歳だったんですよね、うん、でそれであのちょうど真っ白にとっては、まあ、あの文献になるんですけども、うん、沼田の真田家からですね、うん、ぜひこちらを当主にというですねそういうあれがあって、それでまあ両方でお家騒動があったという、うん、でまあ、だいぶあの信行も気苦労したんですよね、結局ただあの孫の方がですね、うん、藩を継ぐことになって一応一件は落着したんですけども、それからもうしばらくしてですよね、あの亡くなったのはですね、うん、93歳最後なんか芝に行ったってことなんですか、そうですね、あの92歳で隠居して、うん、あの芝にですね隠居所を作ってそこに住んでいたんですよね、うん、だからあのお墓も芝の方にありますよね、京都行かなかったんですか、京都行かなかった、もう92歳ですからちょっと無理だったんじゃないですかね、無理だな、92歳で、あもうね自分はねもう行き過ぎたと、うん、もう、まあ、93歳まで生きたんだから、うん、ということでもう病のところに着いたんですけども、うん、まあ、薬は全部断って、あなるほど、そのまま亡くなった、自分の人生自分で決めたんですね、そういうことですよね、ということで人生決めたということで、田中さん今日本当にあの年末の、ね、お忙しいところを本当にあの興味深いお話しさせて、いただきましてね、最後にですね、はい、この本とですね松代の人にですね何かこの一言あったらぜひお願いしたいんですけど、まあ、あのどうでしょうか、これ本を書かせていただいたってことが縁になってですね、うん、こうしてこういうところに呼んでいただいてお話もさせていただいたり、あるいはその随分とね真っ白の方々ともお知り合いになれたんですよね、うん、これはまあ非常にいいご縁だなと思ってるんですけども、はい、まああのうん、その中でもですね、うん、あの皆さん非常に熱心にですね今町づくりに取り組んでいらっしゃいますよね、あのこちらのセンターもそうですけども、
そういう皆さんのですね、まあ、少しでも、ね、お力になりたいなというふうに思ってますので、うん、ぜひまた機会がありましたら読んでいただきたいと思いますし、はい、ぜひまた、で今実はですね、あのこのご縁でですね、今真田信之のことをちょっと書かないかと言われて、おうおうおう、ちょうど調べ始めたところなんですよ。ちょうどいいですよね、好きなことね。で信之についてあの調べさせていただきに真っ白にも伺いたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。無事いただいたらまたお茶でも飲んでてください。ありがとうございます。本当にね、田中さん、この年末のお忙しいところクリスマスイブ、そうですね、クリスマスイブ、ありがとうございました。今日はどうもありがとうございました。どうも失礼しました。また出てまいりました、はい、来週、こんばんは。来週のしゃべくりましろは、はい、年取りですよ。そうです、ね、やるんですか。やらなきゃね。やるんだよね、一回も休んでない。はい、じゃあこうやって何をやるんですか。こういう形で、読むの、はい、ゲストは当日参加された仲間たち。アバウトですね。で、パーソナリティ私じゃないですか。そうです。どうするんだ、さ、どうに考えてるの、何をしようか。それは皆さんが、そう、皆さん誰が来るかわからない、ね、そこでまたお話をしようという形なんで、はい、まあ、24年の、うん、振り返って24年、どうだないね、はい、24年だね、そうだね、どうついてない、そうだね、はい、24年を振り返って、はい、ということで、そういうことで、まあ、今年の反省と振り返って、はい、皆さんも反省するの、うん、ですね、はい、じゃあそちらにいらっしゃる皆さん、みんな反省していただいて、私も反省しなきゃいけない、はい、ね、はい、分かりました。じゃあ、反省しながら振り返るということで、はいはい、31日も行います、生放送ですが、皆さん30分ですか、15分、30分ですね、30分しますか、30分ですよね、はい、はい、それでは、通常は、あ、そうですかね、はい、もう何も決めてないんでね、ここで、もうここで決めるという、ね、はい、あ、これを変えるんですか、はい、お知らせ、はい、お知らせですね、はい、皆さん、何これは、はい、お知らせ、あ、皆さんだ、うん、お知らせ、はい、はい、どうぞ、はい、こちらですね、はい、1月3日ですね、はい、ね、これ、松代のね、親鸞上人。ゆかりの本誠寺さんと、ね、そういった形であのお寺さんを、ね、拝観する、あ、はい、秘仏拝観、今一生懸命読んでましたね、はいはい、秘仏拝観です、はい、今一生懸命読んでましたね、はい、それからね、続いてこちらね、はいはい、それ樋口家ね、はいはい、これ読んでください、はい、元日からですね3日まで、うん、毎年やっておりますけどもね、うん、昔からの道具で遊びませんかと、うん、正月遊びをね、そうですね、朝の9時から夕方4時まで、うん、毎日やっております、うん、いろんなお手玉だとかすごろくだとか花合わせとかトランプですね、まあ、いろいろありますので、いろいろあります、ぜひ皆さんね、はい、おいでいただいて、樋口家ですね、はい、真田公園の南側です、はい、そちらの方においでいただいて、皆さんどうぞ遊んでください。よろしくお願いします。ということで何、はい、さっき日本松さんから、メール来たんでしょ、何かメール来てですね、なんかサンタクロースが遅れてる、な、飛行機が遅れたの、ヘリコプターで最近のトナカイね、なんかみたいで、すいません、こんなくだらない話をしております。それでは来週のしゃべくり松代、どうぞお楽しみに。松代あなたの街、それそれそれくり松代、また見てね。